中目黒立橋から中目黒駅を見る。手前は駒沢通り、中野区弥生町一丁目付近目黒区、中目黒駅付近富ヶ谷付近の廃園等、東京都道317号環状6号線は東京都品川区から板橋区に至る主要地方道である。この道路は通称山手通りと呼ばれる。品川区東品川から板橋区、中宿までの全区間が 都市計画道路として、東京都市計画道路幹線街路環状6号線に指定されている。目黒区大橋以南では、首都高速中央環状線品川線が建設中で、あったが2015年3月7日に品川線路が開通し、これをもって中央環状線が全線開通した。東京都市計画道路幹線街路環状第5号線や、 環状第7号線が都内をほぼ一周するのに対し、環状第6号線である山手通りは、都心の西側にしか存在しないが、戦前の計画では、環線環状道路第6号その1とされており、その2として、足立区千住宮本町交差点から、上東区、南砂町までが指定されていたと重複。現在は、東京都市計画道路補助119号線、補助120号線、 放射14号線、環状第4号線として指定されている。山手通りは、環7や環8に比べれば、交通量はあまり多くないが、立体交差が乏しいため、日中は渋滞しやすい。特に、山手通りの特徴として、五差路など、変形交差点が多く赤信号が長いため、渋滞の原因となっている。また、バスベイの未整備箇所が多いため、バスが、 バス停で停車すると後続車の通行が阻害されてしまうことも渋滞の一因となっている。車線数はおおむね片側2車線。最高速度はおおむね時速60キロメートル。国道254号と交差する板橋区の熊野町交差点は2017年の交通事故件数が都内はアスト1であった。本線四線首都高速中央環状線建設工事。 都営地下鉄大江戸線中駅付近北から順に、記す。ありがとうございます。